iPhone に接続してメモリーを大きくするというものが来ましたので見てみたいと思います64ギガですね iPodiPhoneiPad 対応ということになってます外見はこんな感じの箱に入ってきましたそれでは開けてみます中はどんな感じかなよっ 出しにくいのこちらから押し出すかはいこれがこれは単なるメッセージカードですねはい中身はこんな感じこれが 説明書ですかね英文の説明書と日本語の説明書はあるでしょうかね。日本語の説明書。えー、残念ながら日本語の説明書はないですね。まあ、もっとも日本語の説明書なくても単に、えー、このライトニングのプラグを挿すだけということですので、まあ、iPhone 持ってきました。 ここのライトニングポートへ、このメモリーをこのようにプスッと刺すと。これで接続完了という感じですね。これで中にある専用ソフトでつなぐようになると思います。ライトニングポートの反対側はこのように USB3.0 ですね。青くなってますので。USB3.0 でパソコンなどに使えますので、 64ギガの内容、容量がありますが、それも結構早く出したり入れたりできると思います。こんな感じのものです。